ルチャンネル。よっしゃ、オンラインで、フレンドとお試しプレイについて、フレンドと遊ぶときは、はいはいはい、 あ、もう開いてる、あ、開いてる、オッケー、ちょっとスイカゲームやめるわなんだよスイカ、おさまりしてる、いっちゃおもろいからね、スイカゲーム、未だにやってんのかなんかアプリ版も出たんだよね、確かね、ちゃんと公式の、 あるあるある、でも、ね、あれはちょっと判定が緩いから、あ、あれはもうスイカゲームとして認められてないから、あ、そうなんだね、はいはい、でいろいろゲームがあるんだけれども、ちなみにアグアリアルでもこれいっぱい持ってて、すごっ、そう、買う、このゲーム買う前にね、いろいろ買ってたから、なんかすごい悔しい気持ち、これ1個ね2000円ぐらいするんだよね、このゲーム、このゲーム2500円で済むから、じゃあこれでいいやっていう話なんだけど確かに、はい、でまあまあいろいろある中で一番ちゃんめっちゃいい女だ、ベタなやつ、本当だ、は、白い肌してるわ、ルイさんはでもちょっとか、ほっぽ、あ、アホ面こいてんな、さあまずは海底探索からやっていこうかな、これやろう、うん、やった、お、いいね、パッケージ見れるんだ、これかわいいな、遊び方、一応これじゃあどうしよう、これ各自見れるんだっけ、これどう、見れる、あ、見れるんだ、全部読んで、全部、あ、了解、じゃあ軽く説明するね、やった、まあサイコロ振って回転進んでいくんだけど、まあその進んでいくその先のマスっていうのが、あの、うん、あの順番にレベル1からレベル2レベル3ってこう水深が深くなるにつれて、あの宝物としてそのいいものが出やすくなってるんだよね、こんな感じで、はいはいはい、で例えば1だったら、例えばなんか 何番から1番から5番の宝物が出るよとか、2だったらそのもう少しいいものが出るよみたいなのがありますと、ただ拾っちゃうとその分酸素を消費しますと、だからあの進めば進むほどもちろん酸素も消費するし、戻ってくるのも大変になると、でこの、今見えてるか分かんないけど、潜水艦のタンクっていうの容量が25あるんだけど、それが例えばサイコロを振って、まあ、例えば自分の酸素の分と、あと宝物持ってたらプラス1で減っていくから、まあ、それがガンガン減っていくっていうので、このいつじゃあこう拾って戻ってくるのかっていうのがすごくこうポイントになるんだよね、はいはいはい、で空気がゼロになって戻ってこれなかったら得点はゼロになってしまうし、その分、ちゃんと戻ってくれば得点になるんだけど、でもその、まあ、先に進めば進むほどいいものが出るから、どこでじゃあ引き返すのっていうのがポイントとなりますと、あとはちょっと細かい、ね、あのポイントがあるんだけど、そこはやりながらでいいかなと思うので、じゃあ早速やっていければなと思います、よろしくお願いします、はい、ちょっと間に説明を挟むわ、ちょこちょこ、コマを置きます、はい、おお。じゃあ潜るで、あのね、これね、潜ると戻るっていう選択肢があるんだけど、もう戻るってっていうのを選択したらもう前に進めなくなっちゃうんだよね、うん、で今何も知らない拾うっていうのがあるんだけど、まあ、拾ってしまえば次から多分サイコロの出目がマイナス1になるんだよね、その宝物を持ってる分進みづらくなる、戻りづらくなるっていうので、だから序盤は、拾わないっていうのが一個選択肢としてありますと、で今 見た通り、その人は飛び越えていけるんだよね、例えばポンちゃんだったらアグの駒とルニさんの駒を飛び越えていけるから、その分たくさん進めると、そこも一個兼ね合いの一つとしてあります、だから人がいなくなってしまったら進みづらくなるし戻りづらくなるから大変だよねっていうところで、で今空気減ってないと思うんだけど、拾ってから減り出すのかな確か、だからまあちょっと、まあラウンド1は本当に様子見っていう感じでまあ、やってもらえばなって感じですね、まあ多分この今のマスのとこに点で、その宝物のレベルが1234って書いてるんだけど、大体23拾っ
て帰れるかどうかぐらいだと思うんだよ。あ、多分ね、基準としてそのあたりをちょっとメドにちょっとやってもらえればなって感じです。多分ね、思った以上にね、帰れないから。あ、そうなんだ。そうそうそう、とりあえずでもまあみんなが拾いって帰り始めたらやばい、帰らないとって思った方がいいかな。多分その単純な距離じゃなくて、みんながどうかっていうのも重要。さっきのコマをあの飛び越えていくっていうところがポイントだから。はい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 。うわ、微妙だな。いいね。嬉しい。これはもう拾っちゃうね。そうだね。で、拾ったらその場所には何もなくなりますと。で、ここでもう一つルールがあります。で、ルニさん今拾ったところのマスが何もなくなったじゃないですか。で、まあ、そんな感じでまず拾えばその場所は何もなくなりますと。で、帰るタイミングで物を、宝物を落とすっていうのも選択肢にあるんだよね。例えば2個拾ってて、2個拾ってたらもうマイナス2されちゃうから、デメだから、もう本当に進めなくなっちゃうんだよ。これは帰れないって思ったら捨てることも選択肢としてあり。はい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 。うん、出すぎだ。うわ、めっちゃ行くじゃんあの人。で、よく書いてるね。貪欲。ちょっとこれは怖いな。拾わないんだって。今ルニさんが1個拾ってるから空気が1消費したと。私も帰るけどね。いや、帰りながらも拾えるから、そこも考えてやった方がいい。ああ、なるほど。うん。だから今ルニさんがどん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 空気を消費していって焦る。潜ってるよあの子。おお、いいね。あ、でもそっかそっか、そこで止まる。あ、そこで止まっちゃうのか。今潜るんじゃないまだ。いや、あげとしてはさっき5は出すぎたから、ちょっとこうここで2、3で、うわー、ちょっと出すぎた、ね、最悪だ。うわ、沼だね。沼ってるわ。どんどん帰っちゃおう。やばい。いいねいいね。あ、なるほどね。そうそう、はいはいはい、2個持ってるからマイナスにされて4だけど2つしか。あ、そっか。え、でもまだ拾ってもいい気がするわ。いいのこれ。いや、もうよくやばいぞこれ。ルニさんが帰られたら俺らが、あ、ポンちゃんも引き返す。さすがに。さすがに。お、出るね。お、よし。ああ、ちょっと待って、拾うもんがなくなっちゃうよ。拾わねば。ちょい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 。何もなくそうぜ、もう。やばい、空気も減ってっからな。面白いな。バランスがね。よし、ここで拾おう。よーし。はいはい。進みすぎたら逆に帰りに拾えるものがなくなっちゃうっていう感じかな。うんうんうん。先に帰るって宣言したやつの方が強い感じはある。確かにな。あ、なるほどね。もうこれダメだよルニさん。もう何もいらない、もう何もいらない。これデメ最大が6だから、ルニさん今3つ持ってるから 最大でも3までしか出ないからね。確かに。なるほどね。で、うわ、あ、苦しい。それ、やばいぞ。ほら、落とすってあるでしょ。これを選べばいらないものを落とせると。落としたくなるなめっちゃ。デメ6だからね、結構シビアだよ。11、これはやばい、やばそう。で、よく見てもらったら分かるけど、あの酸素今25のうちの12だからね、半分以下だからね。で、みんな今結構物持ってるからやばいよそろそろ。脅しにかかってるけど。前に来てくれるの嬉しい。そうだね。で、ここは何もしないにしてこうかな。うわ、ひよってんね。いや、ほら、やばいよ、ほら、もう9だよ。やばいよ。ひよりしすぎ、ひよりすぎ。やばい、ね、やばいよ、これ。全然まだまだいきます。ほんとに？やばいよ、これは。どうすんだ、このゲーム。おいおい、拾ったら帰れねえぞ。どうすんだ、おい。やばいぞ、ほら。やばいよ。ほんとにやばい。苦しくなってきた。
やばい、やばい、ポーチャやばいよ。帰れないとダメだよ。これは落とさないでしょ、さすがに。落とした方がいいんじゃない。何もしないよね、まだ。おいおいおい、やめろ、落としてくれ。これ落とさないとみんなの空気も圧迫するから。そうね、ちょ、俺も全力で帰る。俺そう、足を引っ張られてる。やばい、帰れないかも、これ。空気抜くでしょ。やばいよ。あー、またダメだ、これ。これもうダメでしょ。で、これ空気なくなって最後移動して終わりだから。あー、なるほどなるほど、はい、なるほど。多分ポンちゃんが2持ってるから1でしょ。だから俺のターンで終わりかな。アグのターンで終わりかな。これもうちょっと全員ボチャンス、全員溺れ死ぬ。これ溺れ死ぬ。でかいでかい。あ、いいよ。でかいけど拾うかこれね。あ、ね、ポイントとしてダメな場合拾っといた方が、これ3ラウンドで1セットだから、拾っといた方がちょっと次の試合がちょっとこう楽しくなる。帰りたい。あー、捨てなきゃよかった。マジか。ちょっと、あれ持ち越せるんだけど。あ、持ち越せないです。あ、持ち越せない。あ、死んじゃった。死んじゃった。持ち越せません。ねえ、バカ3人じゃん。まあでも これでよく分かったんじゃない。早くとにかく、ね、短く、そうそう、短くなるから最後拾っとけば次の試合がちょっとこう、はいはいはい、取りやすくなります。あ、なるほどなるほど。あ、なるほど、そういうことか。はい、おもろ、面白いね。うん、でもみんながもう拾い出したらもうダメだよね。もう帰った方がいいレベルだよね。あ、さっきもルミさん、ルミさんがルミさんとポンちゃん3つも拾うからだよ。私たちがルミさんの足を引っ張って深海へと引きずり込んだわ。死ぬ時はみんな一緒だ。怖え、怖え。出るね。うん、うん、いいね。もっと聞きたいな。ちょっと怖いな。さっきあんな目にあったのにまだ。え、でも今みんな横並びだからポイントさえ取ればね。そうね、うん、拾わないんだ。拾わない。結構その今まださ誰も何も持って帰ってこないから、来てないから分からないけど、この 1,2,3,4 ってレベルあるけど宝物の、うん、結構差があるんだよね、出る得点の。あ、はいはい、だから、まあ、小さいものを、まあ、いくつも持って帰ってもいいし、はいはいはい、っていう感じ、うん、ちょっとそこのちょっと覚えてないからあれだけど。うわ、やばそう。やばいな。あー、でもこれはこれは拾いてえな。どうしよう。そうだな。これ11とかで2がいいな。あー、まあ、あ、でもまあ、あ、でもいいくらいだ、まあいいくらいだね。拾おう、これは。これやばそうだな。ぬりさんは？おい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 。あれ？あれ？拾ってんじゃないの？あのオレンジ消します。標的にされてる。空気泥棒だ。え、あ、そっか。ポンちゃんは引き返すと。さすがにね。さすがに。あ、まあまあでも。まあまあ。ああ、でもそうなっちゃうのか。そうか。ああ、そう、難しいね。いいとこだね。拾いたくなるな、それは。拾いたくなるけど。やばそう。引き返す。これ全力で引き返す。お、いいよ。こんな遠くまで。しかもめっちゃいいとこじゃん。いいとこ拾う。これ拾って帰ろう、いっぱい。ここで空気を圧迫しよう。
オレンジ潰そうぜ。お前らの空気ねえからな。やべえ、いじめられてる。やばい。やばいぞこれ。ポンちゃんが。でもなんか帰れそうじゃない？いやいやいや、わかんないよこれ。そうなんだ。今だってみんな2個ずつ拾ってるから一旦で6は減るわけよ。19のうちの。あ、そっかそっか、結構でかいね。じゃあ残り3ターンで帰れるかどうかぐらいだよね。やばいやばいやばい、これルニさんがいて、あー超えたかった。いやこれは何もしない、怖い怖い。ルニさんとアグは帰れそうだけど、ポンちゃんが帰れるかどうかだよね。うん、厳しそう。ルニさんはいけそうだな。拾うよ。拾うの。拾うよ。ポンちゃんでかいやつだけど見えないの、レベル4の。うんうんうん、いや。まだ拾う、まだ拾うか。欲が。これ拾ったら帰れねえぞ。でも結構ちょっとシビアだね。そうだね、うん、あーやばいぞこれ。うわー、ちょっとルニさんを超えたいんだよな。え、どうしようこれ。帰れる落とすか。いや多分ね、帰れない気すんだよね。はいはいはい、落とすわ。いやでもね、ルニさんを帰らしたくないからちょっとね、何もしないでしょうか。いやみんなで帰ろうよ。ルニさんがちょっと前に出て1とかになってくれたら帰れる可能性出てくるんだよね。なる可能性ある。ルニさんを超えていきたいが、いい目が出ちゃうが1しか進めない。まあ一旦1進めるだけでかいから。これルニさんも帰れなくない、これ下手したら。帰れるでしょう。これやばくない、ほら。え、いやいやいや、帰りますよ。いや俺がさ、まだルニさんの前に出ればワンチャンあるけど。あーそうね。あ、でかい。お、結構差し迫ってきてる。うんうん、が、ちょっとこれ待って、誰か帰ろう、せめて。2ラウンド連続誰も帰れないわ、ちょっとやばいぞ。引っ返す。アズさん6出さないと。出たい。うわー、もうちょっと待って、ルニさんの後ろ。欲しかった。欲しかったよ。でも逆に、あ、これ俺帰れねえわ。いや私もワンチャン帰れないか。あ、ダメだ。あ、ちょっと待ってよ。待って。これはダメだ。よし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 。いや帰れないからね、ポンちゃんも。みんな一緒だから怖くないよ。もうちょっとあれか。もうちょい前だね。うん。これでも早めに帰ったつもりだったんだけど、いや、そうだね。やっぱ拾いすぎなんじゃないかな、やっぱ。いやでも拾いすぎはある。ポンちゃんだったらでかいの1個多分いいの持って帰ったらそれだけで結構な点出るから。あ、もう大きいのこうなってくると、だってもう4いっぱい拾いたくなるじゃん。そうだね。そうだね。欲が出ちゃう。これちゃんとステージも変わるのがいいね。ああね、うん、早く帰りすぎたら帰りすぎたでね、他の2人が、ね、酸素結構自由にできちゃうから。うんうんうん、うわこれ迷う。もう迷う。もうあらかじめ拾っといて、あとの2人にプレッシャーをかける。いいんじゃない、それはそれで面白い。でも面白いかも。どうなるんだろう。その方がなんか分かりやすいけどね、あの空気の減り的には一気に減らないから。ああまあね、安全第一で行く。確かに生きて帰りたいな、せめて。そうだね、ラウンド3だからね、もうこれで終わりだから、一旦ゲームとしては。いい位置に来たな、ルニさんが。
どうしようかな、悩むな。ちょ、これまだ宝物開封してないからレベル感がわからないよね。1を拾えばいいのか2を拾えばいいのかとか。私まだ何もしないでおこう。さあ空気が減り始めた。もう帰る帰ってもらってもいいよ。いいやお帰りになっても、ま、そうそうそう全然それでもいい。いやいい位置。あーでも拾っといた方が進みすぎないっていうメリットあるのか、やばいぞ。でもこれもポンちゃんとルニさんがいてくれるおかげで、うわーちょっと出すぎ出すぎ。でもこれを拾っても帰っちゃおう。早めに今回は得点早めに出そう。いけるかなあげさん。ちょっと待って、お父さん怖い怖い。あ、でもいい位置じゃない？いい位置、いい位置。まあまあ拾って、うん、うん、拾って、もう帰ろう、もう帰ろう帰ろう、怖い。ビビり散らかしてる。あ、ポンちゃん引き返すと。そうだよね、全部空気吸われんじゃねえか。あ、もうポンちゃん動けねえわ。全然動けねえよ、ポンちゃんも。拾ってるぜ。これだからある程度まで進んでから拾った方がまだ。でも空気結構あるからな。いやそれでね、そうそうだね、溺れたんだよな。そうだね、ダメな鉄道を踏もうとしてる。そうそうそう、ダメ。拾っちゃおう。やばいやばい、拾っちゃおう。いいの、いいところ止まったから。いいね、まあ、でもいい、確かにな、3か3欲しくなるな。これラウンド 1,2 が何も拾ってないからさ、この試合でいかに拾うか。そうだね、そうだね、だからね。確かに、あ、めっちゃいいめっちゃいい、いいね。何も拾えないけど別にいい、いいね、いい位置につけたね。うん、ハヤルさんは不安になってきた。捨てろ捨てろ。もう嫌だよ、お宝欲しいよ、お宝欲しい。あ、やばい。あこれポンちゃん、あでもそこにステイしてくれてんのはありがたいけど。うん、ありがたい。私たちはもう踏み台にしてこう。そう、踏み台にして、あ、落としたな。あ、落としたね。さすがに賢い。これでも大丈夫かな。そ、怖いんだけど。ちょっと怖いね。怖いね。あ、いいじゃん。でもいい目。ここでの3はでかい。いや、これは拾わない、さすがに。そうね、帰りたい。そこで3でも結構帰れなかったりするからな。うん、するする。拾っちゃったらね、もう空気減っちゃうから。いいね、2人を踏み台にできる。お、いい位置。やっぱりルニさんと交互に。大丈夫、拾おう。考えた方がいいんじゃない。大丈夫、考えた結果がこれです。さあポンちゃん、まあでも前にね、アグとルニがいるから、そこをいい感じで超えていければと思ったんだが。これでもアグさん帰れたら結構でかそうだな。やばいやばいぞ、拾っちゃう。ポンちゃん間違えて拾っちゃった。A 連打しちゃったね。あ、いいね、いいね。もうだいぶ安心できるね。そうだね、ルニさんがアグの前にいてくれて、そこを越えて、もうそうだね、きっちり帰りたい。一緒に手つなぎながら帰ろう。そうだね、そうだね。あー、いいね、ちょうどそういう形になった。あ、いい、めっちゃいいじゃん、めっちゃいい。なんで、広いよ。いや、これ拾ってもいいか、これ別に。あ、拾ってもいいと思う。え、でも、で、8か。足りずにいっている可能性もあるね。そうやな、怖いな、これやめよう。ね、うん、ポンちゃんが3だからな。もうね、あと1回分と思って、うん。あ、ダメだ。彼女溺れますね。溺れるね。帰れないね。さあ、じゃあ引き返させていただきます。ああ、いいね。はい、いちいちとかあったらどうしよう。可能性あるよ、全然あるからね。まあまあ大丈夫か、さすがに。あ、よかった、よかったよかった、嬉しい。ポンちゃん、かわいそう。楽しい。裏目出たね、策が。
でも1個拾うって序盤に1個拾ってっていうのはありかもしれない。なんかその、うん、奥進めすぎないようにっていうのは。さあじゃあちょっと得点見てもらってかな。どんなもんなんだろう。でかっという感じですね。なるほどね。はい、いや、いただきました。なんか4は4でもランダムなんだ。あ、そうそうそう、はい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 、多分幅がね4点ぐらい幅あるから。あ、面白いな。さあ海底探索遊んでみたけどどうでしたでしょうか。めっちゃ楽しかった。楽しかった。ポンちゃんはどう。うん、楽しかった。本当に悔しさを感じる。